右から二人目が松平太郎。他は大関松広、勝海舟、稲葉正美、石川茂隆、ロバートバン・ボールクンバーグ、江ズレタカ氏フランス軍事顧問団と江ノ本軍人物にカーソルを合わせると名前が表示され、クリックでリンク先に飛びます。松平太郎明治42年5月24日は幕末の爆心、陸軍武行並み。 いわゆる、江戸共和国において、副総裁を務めた。忌川正地下。清七くらい。幕臣、松平九郎左衛門の子に生まれ、江戸の仏学者、村上秀俊の塾に入門する。幕府では、文久年間には、奥遊筆、慶応三年六月には、外国武行支配組頭となりこれを務めた。慶応四年一月に、母親戦争が勃発すると、二月には、 不評頭を経て、陸軍奉行並みに任命され、陸軍総裁、勝海舟の下で、旧幕府軍の官軍への反発を抑える役目を負うが、主戦論者だった松平は、大鳥圭介や榎本武明らと図って自らも、交戦に参加。江戸を脱出し、いまいちにて、大鳥と合流、軍資金を届けている。その後合図戦争で敗れると、榎本らと共に、江戸地へ渡った。 江戸地占領後に行われた公選入札において、江ノ本に次ぐ得票を得て、箱館政権における副総裁に就任した。主に民政、外交面で活動し、江ノ本の女房役を務める。江ノ本の要塞に対し、松平の和婚と言われ、人望は厚かった。明治2年5月の新政府軍の総攻撃の際には、奮戦するもかなわず、18日に降伏した。 6月7日の五稜閣会場後、榎本らと東京に護送され、榎本や大鳥らと同様、東京立の口旧文書に禁錮。明治5年に釈放され、明治政府に開拓誌模様係り、開拓誌五等出資に任ぜられて、函館在勤を命じられたが、翌年には辞した。その後は、水間県県産地を経て、ロシアのウラジオストクに外務省七等出資して派遣されたが、 ほどなく退職。現地で貿易商、中国で織物業などを営むが、商売人としての才能に欠け、いずれも失敗、流浪の日々を送る。晩年は妻と子に先立たれ、弟コロクロと共に、江ノ本の保護下で生活していたと言われている。明治42年、伊塚賀もの湯本屋で病死。死亡日は5月24日の他に25、26日説がある。 去年71、ありがとうございます。